どうも、キューティクネガイマです。おしゃしゃ、レリーフ。パール6。不思議なことを言うわ。というわけでですね、今回、マズラビデオ、都市伝説シリーズでございます。金丸。というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでおります。吸わせんなよお前。今回の都市伝説は、映像が立体的に記録、再生される媒体であるホログラム。ついにこのホログラムに触れることができるようになり、人は様々な制約から解放される時代が現実になってきたね。というわけでですね、今回その宇宙ホログラムについて触れていきたいと思います。ホログラムはただの映像であるため、どう頑張っても触れることはできないものなのよ。しかしそれに空気の力を利用すれば、触れている感覚を再現することができるというよね。この技術を応用すれば、遠く離れた場所にいる人との握手なども可能になると言われてんのよ。そして今回使われた技術がエアロハプティクスというものなんだ。バカバカしい、暗い部屋にいろよ。これはすでに存在するハプティクスという振動や動きなどで皮膚感覚を刺激し、触覚を得る触覚技術とも呼ばれる技術を応用したものなのよ。来たよ、ついに関さんが望んでた技術。触れずに人をぶっ飛ばすことができるんだよ。血気盛んだろ。そして分かりやすいもので言うと、レースゲームでコントローラーが振動して路面の状況を教えてくれるものや、スマートフォンの画面をタップした時の軽いクリック感などがハプティクス技術を使ったものになるのよ。そしてエアロハプティクスでは、こうした感覚を物で伝えるのではなく、空気で伝達させるのね。これをホログラムと合わせることによって、何も物を介さずに仮想の物体に触れるという体験が味わえるようになるのよ。不快だわ。お前が不快だよ。そしてこのシステム自体は19世紀に考案され、劇場などでよく使われるペッパーズゴーストという視覚トリックを現代風に少しアレンジを入れて使用しているのね。ペッパーズゴーストとは、ガラスと鏡を使うことで、ただの二次元の映像をまるで空中に浮かんでるかのように投影する方法であり、触れるホログラムでは、鏡はピラミッド状に配置され、その内部にゲームエンジン、ユニティで制御された映像が浮かび上がるようになってるという。エアロではない通常のハプティクスっていうのは、こういうマジックキーボードのこのトラックパッドとかも同じです。わあ、確かに一緒ですね。すごいね、すごくね。キーボードクラッシュ。そしてピラミッドの片側はホログラムに触れられるように開いており、指や手の動きをセンサーが追跡し、それに応じてノズルから空気を噴出し、ホログラムに触れた感覚を作り出すというのよ。そしてこのエアノズルの動きや空気の噴出はアルゴリズムで制御されているため、複雑な感覚も感じ取ることが可能なんだ。唾とかも本当に飛んできてる。そして一例として、バスケットボールのホログラムが紹介されてるけども、ユーザーはエアロハプティクスのおかげでボールの丸さを感じることができるけども、それだけでなく、ボールが転がっている感覚やバウンドして手にパッと戻ってきた時の感覚まで再現できるというのね。うますぎた。そしてこの技術はさらに応用すれば、温度や香りも楽しむことができるようになるというのよ。100度のうんこ。熱すぎる。そして NASA はこのホログラムとテレポーテーションを重ね合わせたホロポーテーションというリアルタイムの立体映像送信技術を成功させたのね。このシステムで地上にいる外科医のジョセフ・シュミット博士を国際宇宙ステーションにテレポートさせ、現地の宇宙飛行士らの前に姿を現したのよ。オルタナチャンネルさんだったら鮮度のうんこになりそうだね。流行りのネタじゃねえか。そして映し出された人物と現地の宇宙飛行士たちはまるで同じ場所にいるかのように会話をし、それだけでなく握手まで交わしたというのよ。今まさに人々が肉体を必要とせず、時間や空間の制約にとらわれない世界の移行が着々と進んでいるかもしれないのね。うにゃにゃー、オルタナかよ。